寝てないでしょ、あなたたち。まあ、どうなんやろうな。みんなからしてどう見えてるかわかんないですけど、僕、めっちゃ元気に見えるでしょ。なんでかわかんないですよ。めっちゃ寝てるからなんですよ。へぇ。僕、6時間寝ないと、次の日、行動できないんで。どれぐらい寝てる？ 3、4時間か。やば、うん、そうやわ。まあ、そんなもん。じゃあ、それは眠いに決まってるやん。だって、人間って、お日様が沈んで、お日様が上がるまで、まあ、一応眠くなる生き物だからね。フクロウとちゃうねんから。あんたらフクロウと違うねんか。ゴールデンタイムっていうのがあるらしいですよ。関係ないもん絶対。だってイタリア住んでる人とかですよ、時差があるわけじゃん。それはイタリアの基準で考えて11時間にしたんじゃん。もうそれは分かんないよね。だってじゃあイタリアで美味しいって何て言うんですかって話じゃないですか。ボノーですよね。やらせたもんか。悪いや、悪いやん。お大好きなんですよ、リョウタ君のボノ。今日初めて見たの。好きなんですよね。可能なら食っててさ、うわこれうまいぞうまいぞって。うまいんすか？おーこれうまいぞボノーって急にやってたんですよ。面白く ないわけがないやん。その感じでな。俺後ろに座っててんですよ。で、リョウタ君前に座っててこうやって食ってて、うまいわこれセブン、さすがやうまいなって。美味しいですか？うん、ボーノー。ええって今日は何やるんですか？何やるんですか？それでは本日の曲、恋愛これ好き好きくない。皆さん恋愛はしてますか？はい、してます。してますね。はい、恋愛は好きですか？好きです。はい、そんな皆さんに今日は恋愛にまつわる質問をしていきたいと思います。やったー。企画説明の時だけ IQ3 になるんですか？からニコンが恋愛にまつわる質問をします。で、女性がこういうのをしてきたら、皆さんこれ好きとか、これ好きですかどうですかっていうのを質問するから、それに対して一人ずつ好きか好きくないかを一人ずつ答えてって、その理由とか言って。あーなるほどね。あ、俺らの恋愛感が分かっちゃうよって、全部丸裸になっちゃうよって。これ難しいよな。許せるか許せないかとかさ、いいか良くないとさ、好きってさ、もうそれが、まあ、そうですね、うん、それの方がいいっていうのと、そう、うん、まあちょっとやってみればわからんとこありますね。そうですね。それではやっていきましょう。 It's Showtime。 それでは第1問。はい、露出度の高い服装でデートに来る。うわむずいよ。いきましょう。せーの。好きくない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 。好き。嘘つくなよお前ら、マジで。いや、露出度の高い女性は好きですよ。デートに来るだから。そう、露出度の高い服デートで。まあこういうことですね、このゲームは。多分楽しいです。おーい、次次。第2問。彼女からの束縛。せーの。好きくない。好きくない。好きない。好き。好きくない。マジで嫌い。マジで嫌い。好きくないかって言ってんだよ。なんでマジで嫌いだ。ごめんそれはわかる。なんか別に自分らのさ時間とかね、自由度があるのはいいことですよねっていう感じよね。はい、好きな人いた。お、なんで。うわ、それ違うでしょ。なんか縛りたいんでしょ、自分が。ちゃんと好きなんだなって。いやいや、それは別な方法だ。俺はそう、いいじゃん、それは別に。オッケー、次行きましょう。第3問。自分よりも身長が高い女性。いや、これ好きか好きか。うわいいね。せーの。好きくない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 。好き。おお。さあ、180の俺がさ、自分より背高い女は女性はっていうのは分かるけどさ、160ちょっとのやつが好きくないとか言ってんじゃねえぞ。160ちょっとのやつが好きくない。別にいい、全然嫌じゃないけど、好きかって聞かれたら好きではない。そう、うん、だから好きか好きくないか、これつくやん。難しい。いや、だから好きくないを安パイに捉えちゃってるからでしょ。ああ、アンパンに取られた。だから極限なんだ。あ、そっか。極端にしないと。第4問。ボディタッチが多い女性。うわー、ちょっと待った。いきまーす。はい。好き。好き。好きくない。好きくない。好き。好き。好き。離れんな、せっけんせっけん。なんでドキッとしちゃうから、お前。ドキッとするのはいいんですよ。なんか他の方にやられてしまう可能性。あ、うん。これは縛りと関連してきてる。なるほどね。他の人にそれが言ってしまう可能性が許せないまで来ちゃった。許せないまで来ちゃった。そっちの予見人。うわ、嫌だよ。第5問。タトゥーを入れている女性。うわ
ほう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 、簡単に言われた。好き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 嫌い好きくない。おー、僕らは、僕以外は入ってないじゃないですか、タトゥー誰も。だから、ほ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 ら、量にもよるんですけどね。あ、そうそう、それはそう、それはそう、なんか目に入っちゃうんだよね。ああ、なんかこう肌を見た時に、肌を見た時に、肌を見た時に、物によるかな、その和彫りみたいなのが嫌い。あんま女性でおらんすね、和彫りの人。第6問、趣味への理解を求められる。どういう意味や。あー、なるほどね。私はこれが好きだから、これを理解してほしい。はい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 、好き好き好きくない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 。おー、理解して、でも別にあなたもこれを一緒に好きになってっていう強要ではないと思った。求めんとってほしい。別に何も言わんし、全然そういうの嫌とは思わんけど、求められたら嫌や。あー、勝手にしてって思う。そう、別に。第7問、付き合ってない人の間接キス。付き合ってない人の間接キス。好きくない。好き。好きくない。好きくない。好きくない。好き。おーい。基本オープンですね。うん。基本オープン。いや、タトゥーはなし。タトゥーだけはね、ちょっと目に入っちゃう。目に入っちゃう。いいよって言うけど。うん、どう思う。あ、まあまあ、極論言ったら俺もそうかも。別にいいよって、うん、仲良かったら言う。断れんくない。そう、うん、ご飯の席とかやるさ、あの一口ちょうだいシステム超嫌いなんだ。あ、俺も嫌い。あ、俺もハンバーガーで言うやつ俺やハンバーガーハンバーガーやったんや。第8問ご飯をおごってくれる女性。あー、なるほど。おごってくる女性ってことかな。いきます。好き好き好きくない好きくない好きくない。おぉー、はぁー、対話で決めようや。みなとくん VS 風だ。ラッサラッサ。なんかその心意気が嬉しい俺は。い、別に結局俺がおごるんだろうけど、うん、いや、それはさ、おごろうとしてくれる女性じゃない。俺はおごられるのが嫌やねんな。キューマン、デートのスケジュールを全部決めてくれる女性。決めてくれるか。あーね、おーい、そうだ。いやでもね、一緒に考えたいタイプなんだよね。あ、一緒に考えたいか。え、逆にフータ君とかは、おや、俺が決めるわ。の感じ、そうな気にした。いや、もう、任せます。いいよね。いいよね、任せちゃうよね。めっちゃフータ以外。知らんからさ、そのデートの場所とか、こういうとこが楽しいとか、そういうの、そういうのなんか、詳しい子の、そう、本当にね、プランとか、任せたい。俺ら任せね、全部、恵比寿ガーデンプレイス行っちゃうよ。あの、高いコースやったら全部美味しい思ってるから。おかしい、おかしい。ラスト。次ラスト第10問。外でもイチャイチャしたがる彼女。うわー、好きくない。好きくない。好きくない。好き。好きくない。好きくない。お前まだ分けない。お前なんかガキやな。ね、泣いたりとか、別に腕組んで歩くのとかいいじゃん、別にそんなね、なんで、はぁ、いいよ、手つなぐとかいいんじゃない。そう、手つなぐをイチャイチャに入れてないねんな、うん、なんかベンチに座ってこういうのとか、うん、外でチューとか、うんうん、うわ、なんか超シンプルやったし、うん、やる前のテンションと全然違うかったな。でもさ、ちょっとさ、お互いのさ、恋愛感変わったことない。意外だな。お、変わりましたね、あなたが一番。変わったことない。まあちょっとこれが何ですか、評判が良かったのというか、楽しかったという声が多かったら無限できますから。メンバーも変えれますし、し、あれだよ、タケ君、カズ君も聞きたいしね。そう、うん、なんならしかも、もう1対1でもおもろいもん、多分これ。2で並べたら、せーの、てんてん、おいや、おいや。これはそうだね、あのね、最近ちょっと恋愛王とかもやったでしょ。はいはいはい。その恋愛に関する企画って反応いいのかな、どうなのかなって、皆さん的には楽しいのかな、知りたいのかなっていうのをちょっとぜひコメント欄に書いてほしいなと思いますので、まあね、この動画が良かったなと思ったらぜひ、高評価とチャンネル登録、そしてコメントをお願いいたします。はい、それではまた明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。お疲れ。
になりました。